ジョゼフ・ドスタルはチェコのカヌースプリント選手である。1993年3月3日にチェコプラハで生まれた。ドスタルが初めてカヌーに乗ったのは3歳の時であった。父はカヤックのコーチであったが、カヌー選手になるよう強制はしなかった。柔道、アイスホッケー、陸上競技、サッカーなどのほか、たくさんのスポーツを試し、すべて得意だったが、 これらのスポーツをやっても幸せにはなれなかった。彼はよく抵抗に行ってカヌーに乗ることを楽しんでいた。アヒルを買ったりカヌーから小魚の観察して楽しんでいたらカヌーが彼にとって特別な存在であることに気づいたことがカヌーを始めたきっかけであった。ドスタルはプラハ科学技術大学を卒業している。2016年リオデジャネイロオリンピックの k 1 0 0 0メートルで 銀メダルを獲得した。さらに、同大会で、チェコ代表チームの一員として、K-4000 メートルで、銅メダルを獲得した。閉会式では、チェコの機種を担当した。ジョゼフ・ドスタル。LONDON2012.com。2012年8月8日閲覧。ABC、ジョゼフ・ドスタル。ICF、プラネットカヌー。2021年4月8日閲覧。 ヨゼフ・ド・スタル。リオ2016。2016年8月16日。閲覧。The Flagbearers for the Rio 2016 Closing Ceremony。2016年8月24日閲覧。ありがとうございます。